最近夕方でございます。今日はですね、金曜日なんで、競りがあったんですよね。で、V ストローム 800DE がですね、まだ出てたんですけど、ちょっと高いんでね、さすがにそれは買えなかったんですけど、まあ、高いって言っても、まあ、これはほら、庶民のメーカーですよ。ね、スズキですからね。まあ、新車よりはもちろん安い。まあ、何百キロだったかな、なんか何百キロ走ってるんですけどね。まあ、それぐらいでやっぱりあります。で、今回はですね、やっとです。買いました。ただね、距離はね、1700キロ走ってる。まあ、でも1700キロだったら、まだね、まだまだって感じはしますけど、まだ感じするんですけど、発売されてからもう1年ぐらい経ちますかね。やっとのことでですね、SX、 ちょっと入れました。ただこれ入ってくるの、来週ですね。関西の車両なんでね。価格はまあ、それなり。SX はやっぱり車両がそんなにデリバリーされていないんですかね。ね、大量にね。だからそんなに安くはない。鈴木車にしては安くない。感じがしますけど。で、最近ですね、外車という表現は良くない、輸入車かな、輸入車。まあもちろんそうすると日本のメーカーも輸入車なんで、難しいんですけど、日本以外のメーカー、日本国外のメーカーですかね、輸入車がなんかこういろいろね、普通二輪免許の対応したものを出してきたりとか、そういうのあるじゃないですか。ね。で、ただ私思うんですけど、例えばね、BMW にしても KTM にしても、まあ私はほら中古車売ってる立場だからありがたいんですけど、やっぱりまあディーラーにはね、何台か必ず登録しなきゃいけないだとか、まあそういうのがやっぱりあるみたいなんですよ。あと片方不景になったら、ね、置いといてもなかなか売りづらいっていうね。で、かといって値引きして、バンバン値引きして売るっていうことは、やっぱりディーラー、ね、輸入車のディーラーとしては多分できないっていうね、そういうのもあると思うんで、結局登録して出しちゃうとかね、オークション、業者オークションですよ。業者オークション出しちゃうっていうね。まあそういうパターンがあると思うんですが、ただあまりにもね、数がいっぱい出てるとね、BM はそんなでもないんですよ。さすがにね、BM はそんな、KTM ね。KTM はいっぱい出てますね。で、まあトライアンフも出てますけど、まあハーレーも出てますね。ハーレーも出てる。だけど、結局、まあ本国のね、まあもちろん日本の法人もあると思うんですけど、日本で売れる数って決まってると思うんですよ。そんなに新しいの出しました。ね。で、例えばね、アメリカのメーカーの、300万だ、400万だするようなね、バイクはね、限定400台で出ますとかね、言って400台じゃあ、あっという間に完売で、ああ、っていうようなね、日本にそんだけの体力があるのかっていう。現実はそれだけじゃないでしょ。普通のモデルもいっぱいあるわけだから。どんどん買えと、どんどん売れと。いうようなね、まあことだと思うんですが、で、やっぱり無理するとね、無理するとダメになっちゃうんですよ。と思うんですよ。ね。で、日本のメーカーはね、どんどん縮小してるでしょ。それは、やっぱり売れないっていうのは分かってるから、縮小して、で、ついこの間までは、車両が物がなかっただけであって、売れてたっていうよりも物がなかったから、需要よりも供給するものが少なくて、できないから、なんか欲しいって言ってね、値段が少し上がったりなんだりっていうのしてただけであって、それが上回ってしまえば、あっという間に以前と同じになるんですよ。で、現実は今はそういう風ですよ。で、車両見れば、中古車見れば、未使用車がいっぱい出てますけど、やっぱり安いですよね。で、高いのはね、普通にデリバリーされてないやつ。例えば、今高いのはね、普通に売ってるやつですね。売ってるやつ。現行車でね。絶版車はもう話は別なので。現行車で今高いって言ったら、テネレかな。700テネレ。あれは高いですね。あれは多分アドバンスディーラーと YSP だけでしょ。で、デリバリーされてんのかな、そんなにいっぱい。そこでしか売ってないような車両っていうのは、やっぱり高いですよね。多分相場見れば、130以上いってると思いますよ。わけわかんないでしょ？そう、わけわかんないですよ。まあ、距離とかにもよるから、もちろん一概に言えないんですけど、ここ1ヶ月でしょ。だからあれ新車で買った人得だよね。売るときね。そんな話してもしょうがないんですけど。私も欲しいですもん、テネレ。一回も乗ったことないからね、テネレね。
あ、今130いかないのか。へえ。でも125万とか言ってますよ。125万って新車より高いんじゃないですか。7000キロ走ってる。片や80キロのやつが124万ドルの。これは安いですね。でね、新しいのってまだ出てないかな。いわゆるモデルチェンジしたわけ。モニターが、メーター、モニターっていう、まあ、もう今モニターって言っていいんですかね。メーターですよ。メーターがフルカラーになったやつね。あれはまだ出てないのかな、一回も。令和5年、去年の後の方ですよね。はい。で、車載番号が全部000だから、やっぱり3桁ですもんね。結局ね。3桁の、車載番号しか出てないから、だから、そんなに、あ、でも13っていうのがあるな。DM13 っていうのは新しいやつかな。もしかして。違うかな。ね、DM13 って新しいやつですか。あれが違うからね。わかんない。そこまで詳しくないから。そう。んで、でもだいぶ安く、ここ1ヶ月で安くなってきたのかな。ね。だいぶ安くなってきたのかもしれない。ただ外装5点で距離が1万キロ未満であれば、やっぱり100万近くは行くもんな。やっぱり安いっていうバイクじゃないですよね、テネレはね。しかも前の方だしね。令和2年とか3年とかそういうモデルですから。それ考えれば他のメーカーのはね。だから結局、例えばヤマハは今絞ってるから、いわゆるアドバンスと YSP でしか売らない車両みたいなね、やってるでしょ。で、そういうのは一時的に値段あるけど、でもこれもある程度の台数デリバリーしちゃったらもう終わりです。値段下がる一方だと思いますね。頭打ちになるんじゃないですか。これホンダのやつ見ればわかるんですけど、ホンダだとか、まあ、川崎もそうですけど、安いですよね。安くなってきました。はい。絶版車はまあ話は別です。CP400 スーパーフォアとかで走ってないとか、登録だけしてのみとかね。そういう車両はやっぱり高いですけど、一般的なフォークイレブンだとか、NT やなんとかだとか、XADV だって別にすっげえ高えっていうわけでもないし、じゃあめちゃくちゃ安いのかってそういうことじゃないですけどね。まあ、でも中古車だなっていう金額。そういうのにだんだん落ち着いてきましたよね。はい。結局、物がいっぱいあるんですよ。そう。ホンダも今、ほとんどあるって言ってました。はい。買えない、すぐ買えないのは、モンキーって言ったかな。モンキーが2、3ヶ月かかる。でも2、3ヶ月待てば来るんですよ。前なんか半年だと1年とかいう話もあったでしょ、一時期。だそれ考えればもう、で、他のやつはみんな在庫あるから、注文すればもうすぐ来るっていう。250cc 以下の話ですけどね。まあ多分車検あるのもそうなんじゃないですか。ドリームでしか買えないから、ドリームしか注文できないんでね。はい。ドリームに友達がいればね。あんまり、いやー、ちょっとあんまりって、もうみんな、誰が言ったか分かっちゃうじゃないかっつって、ね、あれになってますけど。そんなようなね、あれになったんですよ。結局、もう需要ってそんなには変わらないので、結局ね、そうです。で、バイク、一時期乗ったけど、それでね、あ、なんかいいかな、やっぱり密にならないし、なんて。でも、乗ったら乗ったで、いいと思ってね、乗り続けてる人もいるんですよ、やっぱり。実際、ちょっと免許取って乗ってみたら、楽しい。いろんなとこ行ってね。そう。だ通勤とかそういうんじゃなくて。通勤で使おうっていう人はね、密がもう考え、電車でまた通ったらそっちになっちゃいますよ。バイクはってなるでしょ。だから楽しいとか、趣味的なもので、楽しさが分かったっていうか体感した人はそれ続けると思うんですけど、そうじゃない人は やめますよね。と思いますよ。やっぱり大変だもん、バイクって。冬場は寒いし、夏場は暑いし、雨が降りゃ濡れるし、ね、不快だし。だからそういうことを考えると、ね、ただウーバーイーツだとかね、そういうのがあって、それでバイクとかね、使ってる方いらっしゃるから、まあそういうね、需要はあるのかもしれないけど、やっぱりなかなか厳しいんじゃない。そういうとこで、ね、会社が、いっぱいで、ね、売ろうとしてね、やっても、日本車が売れないのに、会社がもっと売れるかって、そんな話をね。で、安ければ売れるかもしれないけど っていう話になる。値段も高いしね。値段も高いんですよね。輸入車はね。やっぱり。で、そうですよね。BM とは、でも円安だからどうすることもできないと思うんですよ。だから日本のメーカーにとっても辛いだろうけど、円安だ、輸入してるからね。ほとんど。
だけど、やっぱり親会社が日本であるから、そういう意味ではその価格の調整はできると思うんです、ある程度は。でも輸入メーカーはそれができないだろうから、もうそのままいくらっていうね、日本円が高く安くなれば、あ、じゃあいくらっていう、どんどん厳しくなってるんですか。また値上げするかもしれないですね。だって100、今154円でしょ。これ160円とか、165円とかいっちゃったら、いやー、もう少し値上げしたいっていうような話にもなってくるんじゃないですかね。そうすると余計売れないからね。うん。だから、海外メーカーにとっても辛いですよね。ただね、そのやり方っていうかね、やっぱりね、そうすると日本のその販売店がね、大変なだけでしょ。登録しなきゃいけないとか、で結局売れなければ、ね、何台やんな、月に何台登録しなきゃいけないなんて話になってくると、まあノルマですよね。ノルマがあると売れないから、結局のところは、自分のところで登録して出すとかね。あと、レンタバイクとかやって、レンタバイクで使っ、とりあえず使うような形にして出しちゃうとか、まあいろんな方法があると思うんですが、やっぱりそれやってると結局健全ではないので、いずれはダメになっていくんだろうなっていう。だんだんとそのダメになっていく、こう、足、なんか 聞こえてくるようなね、感じがしますけどね。まあ、ホンダもヤマハもみんなだからあれですけど、まあ、250クラスとかでね、やっぱりホンダはもうみんな50万円以上は普通にするから、CB250R で56万4300円。これ一番安いのかな。まあもちろんスクーターがあるね。小さいスクーターがあるからそれは別ですけど、160とかね、それは別ですけど、レブル61万、CL62 万1000でしょ。CRF が62万1500、ラリーだと76万4000、CBR の 25WR だったら86万9000ということですね。もうどれももうこういう金額になってます。はい、だから結構高いですよね。で、普通のミッションバイクで安いのってない。だから一番安いのが CB250R で56万で、125になればまたね、もちろんもう少し安くなるわけだけど、CB125R モデルチェンジして52万8000円だったんだ。まあ、47万3000円だったでしょ。一気に値上げしましたね。一気に値上げしましたね。はい。ハンター株はまだ値上げしてないんだ。それで C125 は45万1000円だった。少し値上げしましたね。はい。で、おそらく PCX とかかなり今36万3000円なんて安い金額ですけど、これも値段上がるんじゃないですかね。ただ、売れ線だから、まあ、そうそうね、値段上げないっていう感じもしますけどね。ただ、やっぱりこう、何でもかんでもどん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 高くなっていくっていうね、感じがしますよね。あと、まあ、ヤマハも M3、MT-03 は68万7000もするし、ね、R3 も72万6000とかするし、これだって 310cc ぐらいでしたっけ？ 300 何 cc ですよね。ちょっとですよね。320か。320cc で、このギア。あ、ちなみにですね、このね、ホンダのね、400クラスだとすごい高いですよね。NX400 って、まあ、新しいのは89万1000円ですからね。このデュアルパーパスのやつね。まあ、GB350 だけが56万だの、60万なので、ちょっと、あ、お求めやすい金額かなっていう気はするんですけど、まあ、車検のあるバイクなんでね。まあ、あれですけど、これはでも安いね。まあ、インド製っていうのもあるのかもしれないですけどね。企業、安ければ企業努力してるとは言わないですけど。で、MT25 が63万2000円、R25 が69万。とかね。で、R15 が55万ですから、高いですよね、やっぱりね。いい値段しますね。はい。で、その中にあって、やっぱり鈴木はね、安い。鈴木はだけは頑張ってる気がするな。まあ、V ストロームの SX が56万9800円ですよ。高くはないですよね。このスタイル、アドベンチャータイプで。ね。他のメーカーには250のアドベンチャーって何があるの？ないですっけ？ないか。なんだ。ね、そうだけど。で、そういう中にあって、まあ、ジクサーはね、SF250 だったら51万4800円。で、の、ネイキッドバージョン48万1800円ですから。安くないですか？いや、なんか40何万とか安く感じるんだったらもうやばい。まあ、でもみんな高くなってるからね。で、鈴木にはね、もっとすごいのがある。ジクサー150があるんですよ。ジクサー150ね、38万5000円ですよ。K2 輪のミッションバイクで、他のメーカーのスクーターとかも入れても安い。38万5千円。まあ、空冷になりますけどね。でも、ジクサーの足回りいいですからね。フロントなんてね、41ミリのね、フォークついてるしね。そう。これはね、やっぱり鈴木は頑張ってるなと。ね。褒めていいですか？ね。褒めましょうよ。せめてね。せめて褒めましょうよ。ね。
まあね、そんな感じで、はい。まあ、だからまあ、輸入車まだ高いからね。まだまあ、だからそんな簡単に日本のあれに食い込むことはできないだろうと思いますけどね。はい、思いますが、ただね、そうは言っても、あんまりあれしてると、ね、販売店減らすんだ、やれなんだってやってると、外国税に、いろいろ切り込まれてくるのかなと。そうなると苦しいですよね。ただ250ってないからね、会社ね。ハーレーだって350でしょ？トライアンフだってあれだと、それは BM だって310だから、これ車検ないのが出てきたらやばいんだよ。本当に。250とかで出てくると、まあありますけどね、KTM とハスクバーナーはね、でも、ちょっとね、KTM とハスクバーナーは欲しいと思わないでしょ、そうそうは。バイク本当に好きな人とか、どっちかというとね、うん。そういう方向けなんで、違うかな？まあでもな、あのバージョンはそっか。デュークだとかはね、一般的なやつでね、なんとかピレンとかね、あれはでも、あれなんとかピレンは形で欲しいっていう人もいるかもしれないもんな。そっか、なかなか手強いですね。これ BMW とか出てきたらやばいですよね。まあ、ハーレー250ってもまああれだけど、ちょっとね、ドカティとかね、250とか出てきたらちょっとやばい感じがしますけど、まあそれはないかな。まああれですけど。まあでもね、はい。終焉に向かうのか、それとも、もっとね、こう、上に上がっていくのかね。はい、そう。分かれませんが、ね。まあ、できればね、やっぱり盛り上がっていくっていう。それがいいですよね。はい。やっぱりそのためには、ね、乗る人を探さない、どんどん開拓していかなきゃいけないんですよ。日本でね。うん。やっぱり高校生に免許取らせる。もう強制。半ば強制に免許取らせる。これですよ。で、乗りたい人乗りゃいいし、乗らなくてもいいんだ。もう、それぐらいやんないと、もう、今までは三内運動だったのに、今度はもうね、あるある運動。取りなさい、免許取りなさい、バイク買いなさい、乗りなさい、みたいな。ならないと思いますけど。ね、誰かが反対します？誰か反対します？皆さん。私は反対しないですよ。取った方がいいよ、つって。でも、いや、子供に乗せないって人もいるからね。危ないから乗せないって人もいるかもしれないですけど。取った方がいいよね。交通ルール学んだ方がいいですよ。ねえ、つくづくも、ねえ。なんでダメなんだろうな。ダメ。そっか、ダメか。何がいいですか、じゃあ。無免で乗れた方がいいかな。でもそれの方が危ないじゃないですか。ねえ。だから自転車は安全なんていうのは、嘘っぱちで危ないですよね。だから、やっぱりそれだったら、いつのこと免許制のものを乗った方が、で、違反して捕まるとこういうことになるんだよとかね、うん、こういうことがあるんだよとか、そういう方をちゃんと学んだ方がいいような気がするんですけどね。とにかく乗る人口を増やしたい。ただそれだけ。ね。はい。でね、とにかく日本をですね、日本のメーカーちゃんとやんないとダメですよ。海外勢に、こう、どんどんね、あれされたら話にならないですけどねって言って、お前海外の売ってんじゃねえかって言われるとあれですけど、ね、やっぱりね、日本にない魅力があるんだ、海外のは。ね。そうなんですよ。だからそこがいいとこなんですけどね。うん、はい、ということで、店長小田チャンネル、はい、バイキャンの夕方、無駄話にお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。